山姥ば、山姥ば、山姥ば、山姥ばは、奥山に住む老女の怪。日本の妖怪で、山に住み、人を食らうと考えられている。鬼婆婆、鬼女とも。山の中に夜中行くあてもなくさまよう旅人に宿を提供し、はじめは綺麗な婦人の格好をとり食事を与えるなど、するが、夜寝た後取って食うと言われる。グリム童話に出てくる森の奥に住んでいる魔女のように、飢餓で、口減らしのために山に捨てられた老婆などの伝承が、姿を変えたもの、上捨てて、伝説の副産物と解釈する説もあり、直接、西欧の魔女にあたるものという説もある。山母、山姫、山女郎とも呼ばれ、宮崎県西諸方郡新幸町、現海老野市の山姫は、洗い髪して、良い声で歌うという。岡山県の美山に存在する山姫は、20歳ほどの女性で、眉目秀麗で、珍しい色の小袖に黒髪であった猟師が鉄砲で撃ったが、弾を手で掴んで微笑んだと伝えられる。東海道や四国、九州南部の山地には、山姥ばと共に、山爺がいる、山姥ばと山わろが一緒にいると伝え、山姥ばを、山母、山爺を、山父と呼ぶこともある。静岡県磐田郡の防火に来て休んだ、山姥ばは、木の皮を綴ったものを身にまとった、柔和な女で、釜を借りて米を炊いたが、2合で釜が1杯になったという。特に変わったところもなかったが、縁側に腰掛けた時に、床がミリミリとなったという。八丈島で言う、てっちともは、仮眠をしたり、一晩中、あらぬところを歩かせたりするが、親しくなると、間草を運んでくれたりする。行方不明の子供を3日も養ってくれたこともある。体に草がで、父をたすきのように両肩にかけるという。香川県では川にいる山姥ばを、川女郎と言い、大水で、堤が切れそうになると、家が流れるわと、泣き声のような声を上げる言う。静岡県周知郡春野町、現、浜松市熊切には、ホッチョバーという山姥ばが伝わり、夕方に参道に現れるほか、山から、祭りや祝い事の音が聞こえてくる怪異はこの山姥ばの仕業とされた。長野県東千曲郡には、姥ばという、髪が長い一つ目の妖怪が伝わり、その名前から山姥ばの一種とも考えられている。説話では、山姥ばに襲われるのは、牛方や馬方、桶屋、小物屋などの旅職人や行商人であり、山道を歩き、山人との接触の多い彼らが、この話の連販者であったものと考えられる。山姥ばの性質は二面的である。牛に魚を積んで運ぶ男が、峠で山姥ばに遭遇し、追いかけられる、牛方山姥ばや、食わず女房、山姥ばに追いかけられた兄弟が、天から現れた鎖を登って逃げ、それを追って鎖を登ってきた山姥ばが蕎麦畑に落ちて、死ぬ、天と山の金の鎖などでは、山姥ばは人を取って食うとする恐ろしい化け物である。一方、好み拾いに出かけた姉妹が出会う、ぬか福、よね福、米福属福の山姥ばは、ママ母にいじめられる心優しい姉には宝を、意地の悪い元子である妹には不幸をもたらし、バー側では人間に福を授ける存在として山姥ばが登場する。高知県では山姥ばが家に取り付くとその家が急速に富むという伝承があり、中には山姥ばを守護神として祀る家もある。信州作では山姥ばが川久保地区の城山の岩と、一の淵の竜岩山をまたいで大便をした。かかとのくぼみが今もある。畑中付近の一条の巨岩は山姥ばの大便だという。このような両義性を持った山姥ばの原型は山間を生活の場とする人たちであるとも、山の神に仕える巫女が妖怪化していったものとも考えられている。土地によっては山姥ばの洗濯日と呼ぶ、水を使ってはいけないとか、洗濯をしてはいけないとする日があり、例えば、北九州地方では、山姥ばの洗濯日は、暮れの13日、または20日とされ、この日は必ず雨が降るため洗濯をしないという、風習が残っている。これはおそらく、雨を司る山の神の巫女のみそぎの日であったものの、名残である。また、唐の物語には、狂人、山の神にめとられるもの、あるいは山人にさらわれるものといった。山隠れする女が山姥になったという話が伝えられており、出産のために女性が入山する習俗や、村落の祭りにあたって選ばれた女性が山にこもるという山岳信仰の習俗の名残も認められる。上述のように、山姥は人を食う恐ろしい鬼女の性格の配慮として、柔和で母性的な一面も伝えられ、足柄山の金太郎をはじめ、多くの神童、稚児の母でもあった。長野県飯田市城村ほどのの伝説では、漁に出た山の神の兄弟が、お産に苦しむ山姥に出会うが、長兄、おほやまつみのみことがこれを助け、78000の子を産み、彼に良運を授けた。山の中で出産に苦しむ三神や山姥、女に出会い、それを助けた人間が福をもたらされるという伝承は、全国各地に色々な形で伝えられるが、同様に女神たる三神も多産、また難産であることが知られている。長野県飯田市城村下栗では、一度に75人の子を産むという山の神や、徳島県では一度男の肌に触れただけで8万近くの子に妊娠した山の神などがいる。宮崎県の1200人の子を出産する山の女神また、徳島や高知の昔話によると、山の神の妻になった乙姫は一度に404人あるいは99000もの子を産んだと伝えられている。このように、非常に妊娠しやすいという特徴、異常な多産と難産であるという資質は、元来、山の神の性格であり、山姥が山岳信仰における神霊にその起源を持つことを示している。山姥の無崇非神的な特質を挙げるものとして、山姥の斬死した死体からは、様々なものが発生するという話がある。例えば、牛方山姥では、殺された山姥の死体が、薬、金などの貴重なものとなって、牛方を金持ちにしており、また山姥の大便や乳が、錦や糸などの貴重な宝物や、不思議な力を持つ品になったという話もある。古事記に登場するおほげつ姫は、鼻、口、尻から食物を出し、自らの死体から、蚕や稲、粟など作物を生じさせ、イザナミも、火の神を生んだために死ぬが、死の前に排泄物から、金鉱の神、粘土の神、水の神、食物の親神を生んでいる。しかしながら、イザナミの境遇にも明らかなように、母性を持った無崇非神的な性格を持つ霊は、冷遇される傾向にある。古来神話は、いろいろな勢力の伝承神話を融合したものであり、反発し合う勢力の神が一つの神話にまとめられると、敵対する勢力の神を部分的ではあるがあまりよくは伝えようしないが、これは古事記にもすでに見られる現象である。三枚の五冊は、小僧が山姥に追いかけられ、山姥に向かって投げた五冊が川や山などの障害物を出す話だが、この構造は、イザナギが光線の国でイザナミの姿を見てしまい、追いかけられて逃げ帰るという神話をベースにしており、地母神の劣化が山姥という妖怪の本源と考えてよい。イザナミは難産死をしてしまい、それが出雲と伯耆の国境の比婆山に葬られたと、古事記には記されているが、この比婆山が山姥の語源という指摘がある。三鉄の神、金奴神もこういった女神を冷遇するような話が一部あり、美形の顔立ちではないため女性を嫌い、タタラバを女人禁制としたとある。山の神という既婚女性の別称も、このような説話の名残であると考えられる。また、謡曲、足立ヶ原の黒塚、諏訪千本松原の下中バーなども山姥の一種である。山姥の伝承として有名なものに、足柄山の金太郎の母がいる。金太郎は、なお、坂田公時といい、源頼光の四天皇の一人となった人物である。今昔物語集では、976年、源頼光が上総国から上京したとき、足柄山に差し掛かったところで、向かいの山の険しい場所に赤い運気を見つけ、人血が隠居しているものと、渡辺綱を遣わした。赤い運気の立ち込めていた場所には、老婆と20歳ほどの同業の若者が茅屋に住んでおり、尋ねたところによれば、老婆は、ある日、夢の中に現れた赤い竜と通じ、生まれた子が、この公時なのだと説いた。頼光は彼を常人ではないと感じ、坂田公時と名付けて、家臣としたと言われている。自然科学的なアプローチから、山姥の正体を解こうとする以下の考え方もある。江戸時代、1794年に、画家の長沢葦雪によって描かれた山姥の絵は、有名だが、この山姥が、金髪になっていることが目を引く。形質人類学的にこの山姥の顔を観察しても、お互いが前方に出ている、直角である、典型的鉤花を持っている、など、白人的特徴を有していることがわかる。ただし北川歌麿によって描かれた山姥は、一般的な浮世絵風に描写されており、山姥の描写も描き手によって様々である。静岡県磐田郡に残る平安時代の山姥伝説を読み解いても、その山姥の息子が金髪だったと解釈できるという。鬼=白人説の節も参照。なお山姥の出自について、中村光は各地の山姥の機織伝説の解読から、機氏などの古代の渡来人ではないかとしている。山姥にまつわる作品、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。